文化放送から生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはゲストコーナー今週のすごい人本日のゲストはパリオリンピックフェンシング男子エペ個人で金メダル団体でも銀メダルに輝いた加納光喜さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします加納さんも今まさに本当 帰国されて忙しい中、しかも台風のねお越しいただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当大変でしょ。戻ってきてからそうですねあのおかげさまであの忙しくさせてもらってます。休みとかってあるんですか。今のところほぼないですね。そうでしょうね。この忙しい中で自身の冠がついた大会とかもやってらっしゃいましたから。ええそうなんですよ。あの先日山口岩国市であのこの可能高補杯というの あの開催してまして今年で3回目なんですけども、はいうん、それをあの先日開催してきましたへえやっぱまた盛り上がったりしてその,のかなり盛り上がっての本当に多くのお客さんが来てくれて本当に盛り上がりましたねでもフェンシングの僕はフェンシング注目してたんですけどこの10年ぐらいの間にものすごくないですか認知、ね、度もその選手の強化度も。 そうですねやっぱり北京オリンピックで太田さんがあの銀メダルを獲得してからあの認知度がちょっとずつあの出てきてそっからあのかなり強化もしてきたので、うん、一気にあのフェンシング日本のフェンシングのレベルは上がってきてますねへやっぱすねごい見ててもね僕、この前のパラリンピックの,、はい、あのフェンシングの選手と、はい、ちょっとあの試合というか、はい、あの手ほどき受けたんですけどす、ね、僕の攻撃全然当たんないです。<laughs> <laughs> あの剣先をこう、はい、瞬時に見極めていってるんでしょあれある程度は多分おそらく予想して、うん、あのどの軌道で来るとかっていうのを予想して止めてると思うんですよ、うん、なのであのまあ見てるだけじゃないとは思うんですよねそっか相手のその振ってくる感じだとこの軌道でやってくるとかをもう見てんだ、はい、それははい予測してますいやでもそれがさその頭で言われてわかるけど実際にやったらもう 本当あっという間に俺胸疲れてる <laughs> で、ね、で痛くないって聞いてたけど結構痛い痛いですよね慣れてるからかも僕は全然痛いって感じです痛くないですか、はい、俺はあんな衝撃があるんだと思ってっいやしなるからそんな大丈夫ですって言われてたんですけど、うん、グーンって疲れたで結構胸とか思いっきりねそうそうガわっていきますもんねうんその一点でそのボディ肉片がなくなったんじゃないかっていうぐらい <laughs> 痛かったけどね <laughs> うん。もう慣れていくもんなんです、ね。はい、慣れてる全然痛くないです。でも山口県のね、はい、の縁があると。あ、まあ先さんすみません。プロフィールの紹介を <laughs> すごい <laughs>、はい、質問もしたくなっちゃって。<laughs> そうです。じゃ先にプロフィールご紹介します。はい、1997年愛知県のお生まれです。山口県の岩国工業高校を経て早稲田大学へ進学。うん、在学中の2019年にワールドカップで初優勝して話題になりました。 2020年に日本航空 JAL に入社、2022年世界選手権は団体で銅メダル、2023年、昨年の杭州アジア大会では、個人と団体で2冠、うん、2> そして今回のパリオリンピック、ペンシング男子エペ個人で、日本人史上初、個人種目で金メダル、うん、さらに団体でも銀メダルに輝きました、ねまあ、東京でも団体で金メダル取られてますから、はい、合計オリンピックメダル3つ持たれてるっていう。 今日そのパリのメダルを、はいあのー、持ってきていただきましたけどすごいね、うん、さっきあの触らせてもらったけどずってきますけどでも改めてやっぱこうそれはまたひとしおだったんじゃないですか。 そうです、ね、あの東京オリンピックが終わってから次個人で金メダル取りたいっていうふうにあの僕自身言っていましたし、うん、でもそれがあの、まあ、取ると言いながらも不安はあったんですけどなんかそれが実現してもう本当にその時は信じられなかったですねやっぱあの,その日の丸というか、はい、その期待をこう背負ってこう立つわけじゃないですか戦いの場にちょっと僕は尋常じゃないそのパフォーマンスがその日頃の練習だと動けるんだけど、はい、あの大舞台でしかもいろんな ものを背負ってる状態でちゃんとこう神経がちゃんと,と行き渡る。はい あの伝達できるみたいなんてなんか訓練してるんですか？訓練でまあたくさん練習することですね。ただただあの<ー>僕もちろんあのオリンピックの緊張はしましたんですけど<ー>あの体が勝手に動くんですよ。緊張していても<ー>あの普段通りのと言いますか<ー>普段やってることが緊張していてもしてなくてもまあ、勝手にあのできるのでそれは練習量がやっぱりそう,そうですね。すかはい反復練習した結果だとは思うんですけど。 何やったかってことよね。ねまあ、この後にしたい詳しく、皆さんからの質問もお待ちしてます。で、うん、リクエスト、何いたしましょう。うん、何しましょう。はい、あの、ミーシャさんの、明日へですね。ミーシャさん、大好きなんですよね。そうなんですよ。あの、うん、いつも聞いてるんですよね。ね。 今日本当はお呼びしたかったんですけど、ね、<laughs> <laughs> いやいやお呼びしたかった気持ちを呼びしたかったの、ね、お呼びしたかった、ね、またの機会、はい、お願いしますこれでもいつも本当勝負前に聞く曲なんですよねそうですねあの試合会場行くときにいつも聞きますねでは皆さんもお聞きください FM916 AM1134 ラジコでも聞けます文化放送田村敦のニュースクラブゲストパリオリンピックフェンシング男子エペ個人で金メダル団体でも銀メダルに輝いた加納幸樹さんをえー ゲストにお迎えしております。はい、メールご紹介します。千葉県のオレンジさんです。加納さんは山口県で3年間過ごしたということですが、山口の好きなスポットや食べ物などありますか？ありますか。はい、スポットはやっぱりあの岩国市にある金体橋ですね。あ,<ー>あの場所によってはこの金体橋がすごく綺麗に,のに、うん、あの見えたりするところもあるので、うん、あのもうホテルからも見えたりするんですけども、それはもう本当に綺麗でも好きですね。うん、釘使ってないね。そう,そうですね。五つのね太鼓橋があるっていう、ね。すご、はい、ですね。うん その上に岩国城もある。はい。見えますね。そうですね。を渡りながら岩国城が。そうなんです。全国でも珍しい南蛮作りっていう。上に行くと大体お城ってちっちゃくなるいちょっとね大きくなってるのが岩国。知らなかったです。お城今度ね案内します。ありがとうございます。なんでちょいちょい自分の城知識を混ぜる。ということであの食べ物はお好み焼きなんですか？はいあっちじゃないですね。 変わそばじゃなくてあじゃなくてかそばも好きなんですけど僕あの岩国市に行くといつもあのそば玉屋というお好み焼き屋さんに行くんですここめちゃくちゃ美味しいんですそば玉屋さんそば玉屋さん広島行きたいねそうか広島文化も入ってきてるそうですそうですここは僕は岩国市のあのお好み焼き屋さんの中で一番美味しいと思ってますそば玉屋そば玉屋ですうわちょっと次ね岩国に行った時は 蕎麦玉屋を覚えてられるかどうかちょっとメモしといて皆さんもぜひ蕎麦玉屋行ってみてくださいニュースの後もよろしくお願いします田村敦市のニュースクラブ今週のすごい人今日はゲストにパリオリンピックフェンシング男子エペ個人で金メダル団体でも銀メダルに輝いた加納幸喜さんをお迎えしておりますまずこのこの選手がフェンシングを始めたきっかけからお聞きしたいんですけどはい あの2008年の北京オリンピックの太田裕紀さんを見て僕はフェンシングをその時初めてフェンシングしたんですけど、うん、それであのこのスポーツやりたいなと思ってンン大田さんんきっかけなん、ね、そうなえで,すよでその太田さんきっかけで入った人がもう金メダル取るとかってなってんね <laughs> そうですねで今度加納さんを見た子供たちが今度ねフェンシングやりたいとか。 だってフェンシングに出会うってことがそもそもきっかけとして少なくないですかそうなんですよね。まあ,あのそもそも僕がフェンシング知らなかったように知らない人もいると思いますしフェンシングやろうとはなんないですからね。だってその環境がどこで整ってんだろうって、うん、その僕「あのラブライブサンシャイン」ってアニメが好きなんですけどだから沼津は、はい、あのフェンシングの、えー、とサーベルでしたっけサーブルサーブルのなんかこう強化をする街になってるんですよね。だけど なかなかそのきっかけが街のどこに行ったらフェンシングやれんだろうかって下関にないでしょまあ見る限りはないですよね,ないよね記憶の限りはないですね下関のないですねまああの各県一つ二つはあの少なくともクラブってあるんですけどあり,ますありますねあの僕もあのどうしてもやりたかったんで親に行って探してもらってネットでそれで行き始めたんですよあじゃあ,あの俺フェンシングやりたいんだけどってまず言うところからがスタート、ね、そうですねはい まさきさん名古屋にどうですかあのフェンシングをやるきっかけ私は触れたことがないので多分やってる子供とかも聞いたことがないんですよね、うん、多分愛知県ってそんなにたくさんありますか愛知、まあ僕愛知県出身なんですよね愛知県で始めたんですけど、はい、名古屋だとクラブがあのいくつかありまして、うん、で9月にあのああ、ね、愛知県春日市というところに新しく、はい あのもう本当に結構大きめの変身クラブがオープンするのでできてきていますね。かすす今度行くんですよえそうなんでよ、はい、スマホ旅っていう番組 X の情報だけで旅する番組があるんですよはい、はい。は,いはいはい、誰かがその情報をくれたらそこ行けないからな。<laughs> 僕僕が。ああぜひ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 ここ行ってくださいって言ったらだって金メダリストにお勧めされたらすごい厳密なねあの番組がなんかいやこれはあずさん美味しそうなお店ですけど誰も勧めてないから入りません。厳しいねん <laughs>、うん。でもそういうルールなんで <laughs> ぜひ。そうなんです。はいお願、はいわかります。カノウさんはこのフェンシングやる前は。 体操をやっていたっていう<え>そうなんですよ三歳から十一歳くらいまで機械体操をやってましたじゃあそこで培った体幹みたいなのがフェンシングに生かされてるんですかはい、はい、そうですもうそれはもう間違いないですねへー でも、やっぱり、こう、いろんなスポーツをやってると、まあ、いろんな筋肉とか、いろんな体幹が備わって。はい、どのスポーツやっても、突き詰められていくっていうのを、はい、なんか、僕は運動神経があんまりないんですけど。知ってます。知ってます。知ってます。<laughs> ちっちゃい頃から、いろんなスポーツやってるっていうのは、やっぱりいいですか。自分でも感じますか。あ、もう、それはめちゃくちゃ感じますね。ねやっぱ、りも、体操にしっかり、あの、いろんなスポーツをやってった方が、あの、その後、何のスポーツやっても、できるようになってくるので。うん、特にも、三歳から五歳ぐらい。 まあゴールデンエイジって言われますけど、そのぐらいに、あの、いろんなスポーツにトライしてみるのはいいと思います。えー、え、三歳から五歳がゴールデンエイジとは言われてますけど、ね。はい。正樹さん、三歳から五歳で何か触れるといいんですって。はい、ね、だから、何でも興味があること、をまずはやらせてあげて、スポーツを好きに。させてあげるっていうのは、まだスタートなのかなと、親としては、とか思いますけど。ね。フェンシングって、多分、親に発想がないと、なかなか触れさせてあげれないので、やっぱ、親のアンテナも広げておかないといけないですよね。ね。でも。 自分で見つけたんですもんね。太田さんを見て、俺もこれやりたいっていう。はい、何でこのスポーツかっけーと思って始めたんですよね。うん、だから、やっぱオリンピックのこの凄さっていうのは、まあ感動とかも与えるけど、同時に、はい。 そのスポーツを多くの人に知ってもらうという機会としては特にフェンシングがマイナーなのでなかなかあの多くの人に触れてもらう機会がないのでオリンピックで活躍するしかないんですけどもなるほどね、はい、でもそのオリンピックに行く前にこのパリに行く前から今回はもうあの今人生で最も実力がある優勝の可能性は高い、はい、団体も個人も金メダルと。 二冠宣言していくという、はい、またただでさえプレッシャーかかるのに自分で発言することで <laughs> もっとそれしょばせてるっていう。 これどういういお気持ちだったんでまああのもちろんその時本当に自分が今までで一番強いと思ってましたしただでもやっぱりオリンピック一発勝負なので不安はあったんですよ、うん、でも言うことでそれに向かって頑張るなとう自分があもう後回りできなくなるので<ー>なんで自分にプレッシャーをかけてもう頑張らせようとしてました、うん、そうか良い効果が自分でもあると踏んでこの宣言だはい、はい、そうですねえでもどうよ砂ちゃんは現地にいたんですよパリ通は <laughs> 決勝ですよ、うん、フランスの選手が相手で、うん、まあすごかったですどの競技も今回もフランスの圧がすごいす、うんまあ、そうよねでそのフランスの英雄って言われてる人と決勝だもんねね、うん、結構な大差で勝ちましたからね <laughs> <の> <laughs> 準決勝は本当結構本当に、ねうん、紙一重みたいな戦いでしたけど、うん 決勝勝結構なな大差ででちましたあれどうなんですかその超アウェーなわけじゃないですか、はい、でもうそのフランスのこの,この人がもう勝つためにってもうみんながフランスの選手を応援するわけじゃないですかその中でどういう,こう挑み方をしたんですか まあ、あんまりその気にしてなくて、全然歓声とかっていうの、うん、まあ、そのでも歓声の中に日本人もたくさんいましたし。うん、あの、応援してくれてる人たちいたので、まあ、その人たちのためにも頑張ろうって思ったので。あんまりそのフランスの歓声っていうのは気にしないように試合してました。あだから、意識をそっちに持ってってない。ですあ、全然持ってってなかったです。そっかでも、あさぎさん、想像するとね。なんか、僕は、あの、イ、うん e、スポーツをやってて。うん、で、あの。 格闘ゲームでん、はい、だっけもう忘れちゃっあ、えー、とストリートファイター5」で試合に出た時に声援で「読まれてる読まれてる」って、はい、声援をされてから「え俺読まれてんの?」と思ったらもう全然集中できなかったんですけど<ー>どうですかまさきさんこの大声援の中のアウェーの,その自分の声援じゃなくて、うん、その相手の選手への声援の方が多い時ってやっぱ。 尋常じゃないと思うんですけどねえ、私もかん絶対に震えて悪いことが入ってきちゃうタイプなんですけどま、うん、その悪いこと入ってこないような訓練というかもうそういう状態になってるんですよ精神的に、うん、訓練は特にしてないんですけどその、はい、悪いことを考えてる暇がないんですよ次相手が何してくるかなとか次自分はどういう フェイントを仕掛けるべきかなとかっていうのをずっと考えてるんですけど、うん、試合中でそれ考えてるとその歓声の声入ってこなくなるんですよ、うん、そっかだからそれが試合に集中してるってこと<あ>そうですそうです、うんはい、勝手に集中してるんです気づいたらだから俺集中できてないんだ <laughs> 読まれる読まれる, <laughs> 読まれる俺読まれてるのみたいなでも全然手が動かなくなっているっていう いや本当に圧倒的アウエイだわ相手の選手があの二メートル近くあるんですね。あそうそう大きい人ですよね。二十センチ以上大きなよく相手が大きく見えるとなると思うんですけど本当に大きい相手に対して全然何事もなかったかのようにやっぱり身長が高い方が有利なんですかそんなこともないですか？基本的にはやっぱそうですよねリーチもあるしそこどうやって戦おうってこう 事前に考えてたんですかまあやっぱり、あのー、自分がこう攻撃ばっかり仕掛けていくともう下がられて届かないんですよ、うん、なんで相手がこう近づいてきた時にでそれで距離が詰まった時に自分が攻撃を仕掛けるっていうのを基本的なカウンターをそうっ狙ってましたなるほど。相手が一歩出てきた時に瞬時に踏み込んでいくっていうでもそれをねでも実際やろうと思ってあの大舞台でやってるわけですから相手はだから面食らったんでしょうね。 そうですね、まあ、あの選手は何度か僕対戦したことはあるんですけども、はい、あの個人戦では勝ったことがなくてただあの日はその作戦といいますか、うん、あのが良かったのかなと思いますけど、ね、もうこれでいこうってもうブレない気持ちがあったんです、ねはい、もう前半からそれで点数取れてたので最後までそれでいきましたね、うん、へえ押し切ったって感じ押しし切りました、はい、すごいねこれはでもあのその時の感覚ってあの その時は試合に集中してるじゃないですか、はい、で後日自分の VTR とか、まあ、ニュースでも山ほど流れると思うんですけど、はい、俯瞰で自分のプレーを今回見た時にどういう感想ですか でもしっかり体動いてるなっていうは思いましたね。あの、僕が自分で試合自分の試合を客観的に見ても、結構乗りに乗ってんなっていうのは感じましたね。はい。今回、俺いいぞっていうのを、やっぱ俯瞰で見ても感じる、特に決勝の試合は良かったですね。うん。それはやっぱ、その。 体調も,もうコンディションも,もう何から何まですごい整ってる状態でやっぱりいけたってことですかそうですねコンディションも整ってますけどでも一番やっぱりメンタルですね<ー>あのもう心の部分が一番イケイケな状態でいい状態でなあの気持ちの持ちようでいられたっていうのは、ね、メンタルの鍛え方で正きさんもこう気になるところだと思いますけど。<laughs> はいそ 練習をすればメンタルが鍛えられるわけじゃないと思うんですけど、はいすね、また別じゃないですか、はい、強い気持ちを持つとかって、はい、そこは自分自身ではどうコントロールしてきたんですかまずでも一つはやっぱりあの練習の中であの、まあ、試合を想定してと言いますか練習の中で例えば負けそうになっても、うん、そう諦めずにあの焦らずっていうのを生きかせながら練習の中でそれをやっていくっていうのと試合でも。 あの常にも、あの焦りそうになるか、何回もあるんですけど、うん、焦らない焦らないって、もう何回も自分の中で唱えながら、我慢するっていうのを。もう常に意識してやってますね。<laughs> ええー、だそれもやっぱり練習なんですね。そうですね。はい。練習から想定してるんですね。そうですね。と、まあ、やっぱ経験ですね。その試合でそういった場数を踏んでいく。でも、フェンシングも波に乗る瞬間あるじゃないですか。はい、なんか立て続けに取るみたいな、はい、あの時って。 逆でいうと、めっちゃ取られてるってなった時に、すごい焦りが出るような気がするんですけど、はい。結構やっぱり焦りが出るので、そうなった時はできるだけあの時間を止めてというか、ちょっと汗拭いていいですかとか、審判に行ったりして。一回あの間を置いたりすることはよくあります、ね。うん、リセットするんですね。はい、どうよ、スナちゃん。いや、でも実際、加納選手、本当になんか月が性格っていうか、うん、本当に。 腕もつくし足先もつくしこの狙い通りになんでこんなにつけるのかな相手も動いてくる中でっていうのはすごい思ったことがあスローじゃないと見えないですよあと、ねうん、リプレイ像見てそうだよね俺たちはよくここ刺したなっていうよくここついたななんか整ってる時って、うん、そのスローに見えるって言うじゃないですか、はい、そういう状況あるんですかいやスローに見えるってことは僕はあんまりないんですよいですはい ただあの体が勝手に動くくっていうのががすごくないですか体がもう勝手に動いてるんだから<笑><笑>気づいたら動いてるっていうのが結構あって、うん、あしまったとか失敗したって思うことが結構あるんですけどその時でも体が勝手に動いて点を取れてるってことがたまにありますね。うわーいやそうだからそのものすごいなんていうの達観してる状況っていうか、うん、いすごいとこにいってる状況ねその精神的にも肉体的にも。うん、だって気づいたらあ 点取れてててててんんんじゃんっっっことでししょいいいけたんだっていううる体がどういう,こう反復をしてるそれこそ自然に動くってさっきからおっしゃってますけど、うん、まあただひたすら基本的にはもう僕らの実践的な練習を毎日ずっとしてるんですけど、はいうん、その実践の中で起こったことがやっぱ試合でも全く同じことが起こったりするので、うん、それでもう実践を何回も繰り返してるうちにあの、まあ、勝手に体が動くようになっていくって言いますか。 ちとありますね。自宅で五円玉を吊り下げてひたすら剣で突くという練習を毎日してたってことですけど、<laughs> はい、あの五円玉あの一点を突く練習してるんですか？はい、はい、そうです。結構難しくて今でもあの百パーセントで突くってことは無理なんですけど、うん、まあ三回に一回とかしか成功しないんですけど、まあ、それぐらい難しいことを中学生の時とかにやってましたね。へえ。だからピンポイントでいけんじゃない？うん、その練習してるから。 五円玉いやあれも剣を持ったらわかると思うけどその長くなればなるほど自分のなんていうの意識感にないくなっていくから長い箸使えないのと一緒だよねそれを五円玉でもちゃんと剣先に行くっていうトレーニングをしているからピンポイントで行けるんですねそうですなんか練習そのフェンシングの練習を重ねれば重ねるほどその意識が遠くなるって言いましたけどだんだんそれが近づいていくるその先のポイントには、えー、この意識が近づいていく感じ<ー>最終的にはうんうん、うん こう遠く思ってますけど、あの。なですか、先の方を持ってるような感覚になっていくんですよ。うわー、いい話。いい話。なんで簡単になっていくんですよ。よだんだん、あの、その繊細な動きっていうのが。なるほど。遠く感じないですね。そうです。だんだん,近く感じくんですよ。けんさき。はい。そうなってる時は、自分がこう整ってるっていうか、調子がいい感じっていうか感じられるんですか。まあ、その感覚っていうのは、常に持ってても、今は。あの、いつでも、もう、その。 身あの先神経が遠いっていう感覚がなくて、も常に先を持ってるっていう感覚ではもう常にいられてますね。すごくない？いあの長さの先っぽ持ってる感じ。結構しかも重いんですよね。重いよ。う腕すごくないですか？腕ははい。まあ、あの必要です。筋肉はやっぱり。僕そのワイドナショーでそのパラリンピックのフェンシングの選手と こう赤子の手をひねられたんですけど。なんにもできないから。<laughs> で最後にその収録終わった後に腕だけちょっと触らせてもらっていいですかって触ったら。はい、バッキバキのなんか、こんな腕,、はい、腕太いのってなんかフェンシングの人たちって細いイメージじゃない。むちゃくちゃ筋肉ありますよね。そうです。結構脱いだらみんなあの特に利き腕は筋肉あります、ねうん。そうそう、利き腕だけなんか。そうです。バッキバキの太いんですよ。本当に。ええ。それは。 そのフェンシングの練習をしてたら勝手になるんですかそれともこの利き腕の方だけ鍛えるみたいなことやるんですかいやしなくてあのでも主にフェンシングの練習だけであの利き腕だけ筋肉がついていくんですけど、うん、それだとバランスが悪くなるんでできるだけどっちも左右均等にトレーニングをするようにして<ー>怪我をしないようにはしてますそっか片方だけになるとバランスがそうそう腰痛たくなるんですかははしないんですすよあそれは両方やりますへー でも持ってたら右ばっかりがこう整っていきますよね。整っていくというか鍛えられていきますよね。そうですね。なんではまあ僕はやってないですけど、あの選手のやつは左で右利きの選手は左で。あの変身をたまにやったりとか。はい、っていうのまあ一つありではあります、ね。なるほど、ね。とあのバランスを取っていく、はい、っていうことでいうと。はい、うん、正さん。あの金メダリストに何か聞いてみたいことないですか。実際。ありの地で。はって。 とということまあ達成されたわけですけれども、はい、やっぱりパリってねちょっと違う意味合いとかもいろいろあったりとかするとは思うんですけれども、はい、実際どんなお気持ちになったのか教えてくださいまずあのパリのグランパレという舞台で試合したんですけども、うん、あの舞台で試合をできるということが多分僕のフェンシング人生の中でも最初で最後だと思うので、まあ、それだけでまず嬉しかったですね、うん、まあ,あの舞台で試合をするってだけでも嬉しいのにその中でさらに決勝の舞台に立つことができて。うん でまあ、金メダルも獲得することができたので、うん、本当にこの上なく幸せな気持ちでいられました、ね、<laughs> いいいいよなで外出たらパリの街並みが広がったんでしょそうす, <laughs> そすごいですねだってパリのど真ん中なんだもね、うんねあれチャンゼルゼ通り沿いっていうそうですねいやそれはすごいよ、ね、で本当はあのガラス張りの天井高い天井なんですけどさすがに直射日光があると競技に影響があるんで、まあ、白い幕を張って,、うん、って,てその下でっていう形でしたけどね、うん でこのフェンシング日本代表を支えたおにぎりっていうのがあるそうですけど、はいはい、これは試合会場にあの差し入れしてくれたんですけどもおにぎりごんべいさんという、はい、おにぎりごんべいさんおむすびごん,すおむすびごんさん差し入れしてくれて、うん、あのこれをまあ試合中であるとかの合間にあのおにぎりを食べてましたね。へやっぱないですもんねその えっと用意されてるお弁当とかにはそのおむすびとか概念がないですよね。そうですね。やっぱりあのフランスだとなかなかその日本のお米を食べる機会がないので、やっぱこういうおにぎりがあるっていうの本当に嬉しいですいやおむすびゴンベさんこれ食べてみたいよねこの鮭梅昆布高菜ナ四種類あったんですか。はい四種類ありました。やっぱパリの地で食べるお米の味とかってなんかパワーにつながっていくんですか。 何よりはあの本当に日本で食べるよりも美味しく感じますし、うん、まあ僕らあのオリンピックの前からフランスでしばらく合宿をしていたので、うん、しばらくはあの日本のおにぎりは食べれていなかったので、これも本当に美味しく感じましたね。ええ、正樹さんおにぎりがおに、おむすびゴンベーさんが支えてくれてたんですって選手たちを。ね、選手村とかちょっと食事の状況をねかなり心配してたし。うん でそんなところでおにやっぱりおにぎり日本の力ってすごい慣れたものの力ってすごいですねやっぱりねそうね。 やっぱりあのパリの選手の,の食事はまあの評判でもありますけどまあそんなにおいしいような感じでやっぱり、はい、<laughs> みんな言いますよねなんかあんま口に合いませんでしたとか、ね、<laughs> そうです口に合わなかったですねでもそんな時にお,こうおむすびごんべいがあったらやっぱり余計にねうわ助かるわってなりますよねなりよりおいしく感じますよねいやさまざまですねおむすびごんべいさん。んであの今後 まあ今すごい忙しい日々過ごしてると思うんですけど、はい、こうんかってあの今ちょっとレースしてみたいなってずっと思ってるんですけど車が大好きなんですけど、はい、でまあ,あの現役に対してしる趣味とかでちょっとレースしてみたいなって思って。うん てるんですよゴ。ゴーカートとかってそういうことですか。まああのゴーカートも好きなんですけど実車でやりたいなって思ってますね。うん、ええー、実車のレーサーになるかもしれないですか <laughs>。趣味の世界ですけど、うんまあ、ちょっとやってみたいなとは思ってます、ねうん、へえそれはなんかきっかけがあったんですか。も、まあ、ともといえば父親が車大好きでうん、うん、小さい頃から車は好きだったんですけどもなんか最近その運転のテクニック磨きたいなと思い始めたところから、うん、ちょっとレースやりたいなーになっていって最近シュミレーターも家に。 シミュレータータゲームですけど家にあのなんていうんですかグランツーリスモのやつをああ<ー>、はい、えあれがあるんですかあのまるまるあのハンドルとかアクセルがついてるやつがそうですそうです,うです,うですあれを買って最近練習してるんですよいやすごいじゃないですかじゃあそれ結局 e スポーツもできるってことですよねそうですグランツーリスモで e スポーツがありますもんねうん、うん そっちに転向するることはあるんですかいや引退したらじゃまずインスポーツからあ<ー>っていうのもありだなとは思ってますけどね。え車好きなん、ね、そうなんですよ実際パリが終わってから導入されたんですかそうですもうあのパリの試合前にもう買っててネットでは <laughs> で帰ったら到着するみたいになってて帰った次の日からもやってましたそれはまた。 自分がやりたかったことを金メダル後にやれるってまたね、うん、幸せな瞬間ですよね。そうですパリが終わったらあの好きなことしようって思ってたので、うん、フェンシング以外のことをちょっとやってみようと思ってたので、うん、まあそれで準備してましたねパリの前から。でもそのゆっくりまだできてないじゃないですか、はい、ずっとオリンピックが終わってで今もあのパラリンピックやってるし、はい、でしばらくはずっと。 何かしらでスケジュール埋まると思うんですけど、はいはい、どっかで長期的な休みとかっは取,取らないですよね取,取る予定もなくて取れないと言いますかまあでもそんな長期的な休みは僕必要ないと思ってるので<ー>忙しいの嫌いじゃないので、うん、全然今のまま忙しくしくてていいきたいなと思ってますまさきさんやっぱこう、はい、モチベーションというかねもう次に向かってう動いてるんだなって感じがしますよね。うん やっぱ前向きなエネルギー、それは試合に対するものもそうですけれども、ご自身の人生に対しても、その前向きな力っていうのがすごく。強いんだなと思いました。うん、ね。<の>どうですか。僕はあの、やっぱり、まあ、自分が競技で勝つってことはもちろん大事だと思ってるんですけど、うん、やっぱフェンシングまだまだマイナースポーツなので、これあの、まず。うん あの競技人口日本の競技人口を増やしていかないといけないと思っているので、うん、あの今普及の方にも結構力を入れているので、ね、僕スマートフェンシング注目してて、はいはい、スマートフェンシングだと柔らかいか、あのー、剣で、はい、軽い剣で,、はい、でフェンシングの疑似体験ができるじゃないですか。はいはい、で,、ね、で本当にあの体に触れたらビーッとこう、はい、ランプがつくっていう、ねはい、あれで僕は自分に今オンラインコミュニティで、はい、その。 スマートフェンシング部を立ち上げようって言ってるんですけど、はい、あんまり人が乗ってこないです <laughs> <laughs> 僕はあのスマートフェンシング結構いいと思ってて T シャツでできますし、うん、あの防具もいらないのでそうですよね、はい、僕も何度かやってますけどあれ結構子どもたちも楽しんでやってくれるので、うん、あの普及にはいいと思うんですけどね。僕もフェンシングをずっと応援したいと思ってたんで、はい、スマートフェンシングから僕は入ろうかなと思って、はい、いつの日かあの教えに来てもらってまいいすか。あはいあの あついさんに呼んでいただきます、はいはい。約束しました。<laughs> はい、中野 <laughs> さんの約束は。はい、いつでも行かせていただきますんで。<笑><笑>ぜひぜひ。ぜひお願いします。で、今後の目標についてはいかがですか。はい、あの、四年後のロスに、あの、向けて、あの、これからやっていこうと。は思ってます、ねわ。あるし その試合が終わったあとぐらいに打ってたのが、うん、まあ個人で金取られたけど、うん、まあ今回団体が銀だったっていうこれがなんかいい具合にまたモチベーションになるんじゃないかとおっしゃってましたけど,ど、うん、そうですねやっぱり金2つ取ったらもうあのそれ以上の結果フェンシング今後ないので、うん、あのもしかしたらモチベーションが下がってしまっていたかもしれないんですけど今回金と銀だと、まあ、悔しかったのであのまた4年後次は金2つあの取りたいなって思ってます。うわ応援したたいていか現地に行きたいよね、うん ちょっと砂ちゃんが行くときにさ、砂ちゃん絶対行くでしょ次ですか。まちょっとまたわからないですけど。いや、でも、だって、ずっと行って、北京もいたし。そうですね。まここのとこ続きましたけど。そうだよね。はい。いきますか、じゃ、あ一緒に。現地で応援したい。ぜひ。特にフェンシング見たいもんね。じゃ、あ四年後も。はい。それって、いつから準備し始めるんですか。四年後の。まあ、あの、フェンシング、あの。毎年、あの、年間十大会、あの、国際大会があるので、まず、まず、そのまま。 あの国際大会一つ一つを目標にしてあのやっていった先にオリンピックあるっていう感じなので、まあ、あの一つ一つの,その国際大会に出場して結果を残し続けていくっていうのがまず一つ大事ですね次の大会い,いつなん次11月にうわもう結構すぐですねそうですねはいなんで僕は9月からあの練習を再開してはゆっくりできないじゃないですか全然 <laughs> そうですねはいもうなんででオフほぼ終わわりですねうわー 夏休みのその小学生と同じ感覚、九月から二学期が始まるみたいな感じですよね。<laughs> そうですそうです。九、はい、月から新シーズンが始まるって感じです。いやもまたね四年後に向けてあの発信するっていうことでぜひ我々も応援したいと思います。はいはい、ありがとうございます。ではお時間となりました。最後にリクエスト曲聞いてお別れですが何にしましょうか。はい、えー、小袋さんの願いの歌です。これ選んだ理由は。 あのこれ、m i s シャさんと同じであの試合会場に行くときにも聞いたりするんですけども、うん、確かこれ、あの甲子園の,そんあの歌だったりしたと思うんですけども、まあ、そこからあの好きで、いまだにあのよく聞いてますね、うん、こ,れくこれ、あのこれ聞くと気持ちが上がっていきます試合モードになるといいますか、やっぱ音楽も大切なんす、ねうん、切ですね、試合前の選手の何かを助ける上で。はいはい では皆さんお聞きください。パリオリンピックフェンシング金メダリストの加納浩紀さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。東京浜松町文化放送のスタジオから生放送でお送りしています。田村敦之のニュースクラブ。ここからはメールコーナー。敦之の部活です。今日のテーマはこちら。1万2 0 0 0円ぐらいまででやりたいこと。さああなたがやりたいことを。 行程度で送ってもらいまして厚淳さんと正木さんが2人ともあげるとジャッジすれば現金をプレゼントする企画です。はい、お二人にサイコロを振ってもらって出た目の合計かけ1,000円をその方にプレゼントします。はい、厚ささん6正木さん6で最高万 2, 円のプレゼントとなります、うん、で正木さんにはあのリモートで、ねうん、愛知の方でサイコロを振っていただきます、はい、お願いします。 さあじゃ早速参りましょうもうオープニングで9000プレゼントねそうですねされてますんりましょう大葉夫だしちゃった流山市ラジオネーム栄一郎さん41歳男性の方です台風の中スコと一緒に24時間テレビのマラソンを走るため1万2000円くらいのランニングシューズを買いたいあげますかあげませんかせーのあげないあげる <laughs> <laughs> ちょっと今日時差がねリモートありますけどあげないちょっとなんかい安こあんまり関係ないかなっ <laughs> <laughs> 思っちゃったけど <laughs> なんかだってもうだって今日スタートするんでしょそうです、ね、今う金額上げても今から一緒に走れないから <laughs>、ね、なんか <laughs> そういうこと言えばお金くれるって思ったのかな <laughs> さんどうですか まあそれは前払いで自分でご準備まずはご準備されるのかなと思いつつね<あ>ちょっと天気は不安だけど、うん、やっぱりねそうやって走ってるところでねあの安子さんとかいろんな人に勇気を与えるところもあるかなという期待もございます。あ俺はねこの不安定な空の下、うん、走んない方がいいよっていうブレーキも、うん、<laughs> それもわかります悩みましたそこで。<laughs> <laughs> 走らない方がいいよっていう、ね、今日はね。うん まあ、いろいろ、ね、いろろねんな意見は出てますね。はいはい。いろんな意見出ています。えひらか大阪です。ラジオネームひかりひかるさん。男性ですかね。えー、幻のフルーツ、ポポを食べてみたいです。何でもマンゴーとバナナを足して2で割ったような美味しさがあるらしく気になります。お取り寄せさせてください。ポポを食べたい。あげますかあげませんかせーの。 あげる。あ,げるあ,あ、揃いました<や>なんか不思議なアボカドみたいななんか、ま、中にね、こう種が種が入ってますけど、えー、なんなんか美味しそうにはあんまりこの写真が美味しそうに見えないけど、<laughs> うん、マンゴーとバナナでしょ。マンゴーとバナナ。それ合わせたらマサキさん、それ美味しいよね、うん。多分美味しいだろうし、それをきっと伝えてくださるという期待もね、多分にあります。うん、確かに。 四つぐらいで五千円、ああ、まあいけそうですよね。じゃあ五千円目指して、五千円目指して振っていきましょう。これ気が楽だわ。それではお二人サイコロ振ってください。お願いします。二か一でいいんだから。あら、私出ました。私は四、四。正樹さんが六、六はすごいですね。今日すごい。六いっぱい出ますね。出ますね。 だんげきかさま最高やじゃないでしょう。これ。百均のやつです。百均すごい出てる。一万一千円。うわ。もうすごい。プレゼントします。おめでとうございます。これはでも味の感想マジで聞かせてほしい。ね。で、その味の感想次第では俺もすぐ買いに行くよ。四と六。うん。あ、そうか、四と六か。だから一万円か。そうそう。一万円。一万円です。あつひさが四。まさきさんが六。一万円です。え、なんて言ってた。 僕が五千だと思ってたアツシさんです。だから一万一千つって言ました。一万円が正しいですいませんね。一万円です。まあでもじゃ十分十分だよね。十分いけますね。二個八買えるよ。相場で言うと。で違う食べ方もできる。でも八も買わない方がいいよ。だってまだどんな味かわかんないのに八買う必要ない。うん。まずは四つね。まあ美味しくない様子はないですもんね。バナナとマンゴーは脳の中だとめちゃめちゃ合うよね。さあそして。 栃木県桜市小場さんです男性の方です、えー、1万2000円くらいでやりたいこと来月の結婚式出席のため筋トレダイエットをしていたらワイ、うん、シャツがすごくパツパツになり着れなくなったのでシャツ代だけ助けてください期待すぎたってことですかねあ <laughs> げますかあげませんかせーのあげないあげ, <laughs> <ー>げないあげないですね そんな、うん、お祝い事のやつで,しょで、ね、やっぱお祝い事に関するやつはねてめえの金でやってほしいっていうのがやっぱあるんですよ、ね、そのシャツであったとしてもなんかね、うん、ポポとかを食べたいって言われたら <laughs> ポポの新しい情報も知れたし、ねね、うんなんかその味を教えてほしいっていうのもあるけどなんかどうですか結婚式ってそのやってやぱ 未然にで行った方が僕はいいと思うんですよ祝儀にしても衣装にしても一応でも僕行間から返すたのは「シャツ代だけ助けてください」ってことはまあ多分あのあんかね「だけ」っていう言い方も俺はねちょっと尺に触っただけ」ってなんだよって思っちゃったっていうねちょっと小難しいところあるから正きさんは優しいんですけどねなんかちょっと「だけ」が余計だったのかな 文章ってそういうもんだからね何が引っかかるかね3行で書けゃいいってもんじゃないからそのどういう言葉を選んでメールに思いを載せるかっていう一言一言やっぱ大大,大切ですよ私だってこのラジオで一言一言大切に皆さんのために紡いでおります <laughs>、はい、否定はできないです <laughs> じゃあファックスでいただいて、はい、自らの文字で紡いでらっしゃいますからね,ねなえ船橋の えー、白いドアさん、五十八歳女性の方です。えー、アナログ派で、いまだにファックスを使っておりますが、うん、毎週たびたびまだファックスの人がいると熱井さんに言われているようで、<laughs> スマホデビューしたいです。今本体っておいくら万円ですか？購入資金の一部にしたいです。うん、さああげますか？あげませんか？せーの、あげる。あげる。ああよかった。あげるよ。だって。 ファックスからスマホに移行したたたいいと思った僕はその心意気を変えたいねだって不安だけどその一歩踏み出すのは確かに不安なんですよまです、ね、今まで便利なものがもうあるのにさらにスマホとかって別に必要ないけどと思うけどあしがそんなに言うんだったらスマホをちょっといじってみようかしらこれが素敵だと思いますよ。正さんどうですか とね、コミュニケーションツールとしてもつながるしで、うん、さらにまた X なんかでもね参加していただけるとね、うん、いいですよね。で TikTok を始めて僕のことをフォローしてほしいです。<laughs> 早速ね早速まずテ TikTok からいってほしいかもしれないでも今までスマホ持ってない人にいきなり TikTok やればなかなかハードルだけど超えてきてほしいねただこれはまさきさんちょっと66出さないとこれは66出しても足りないからね少しでも近づけるように66目指して頑張ろうではサイコロ振ってください何さんえっと白いドアさん白いドアさんのために66目指しますせの。

1>, 1万2000円くらいでやりたいこと全く打てない野球大好きな息子に家庭用バッティングネットを買いたい、うん、朝から晩までボロボロのプロ野球選手名鑑を呼ぶ小4野球バカですが打てませんプロになったら返しますあげますかあげませんかせーのあげるああよかったこれはなんかね 未来への投資ですよね。返すって言ったからね。<laughs> <laughs> プロになったら返します。うん、そこがいいなと。うん。プロになったら返してもらえるんでしょ。プロになったら返してもらえる。でも本当にボロボロになるぐらいもう選手名が何回も読んでるっていう、ね。そんななんか文章がいいよね。うんうんうん 野球好きだってのはね。うちの娘もポケモン図鑑もボロボロになるまで読むから、やっぱボロボロになるぐらい読み込むっていうのは相当な熱量がないとね、やらないですから。ねこれで打てるようになるのか。さあバッティングネットに向けて。いくらぐらいだろバッティングネットって。一番は絶対するよね。そですよね。じゃあ五五六六狙いでね。はい。さあそれではサイコロ振ってください。お願いします。イエー！厚志さんが六六きた。 まさきさんが。ごめんなさい。ああ、二です。二です。八千円。まあ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 。あ、いいですね。まあ、いいよ。不思議ですね。でも、まさきさんのやつって、なんかこう、すごいガラスにやってますけど。いわゆる、このリモートのやつだと、音はあんま拾わないんですね。ズームは、そういう、なんか余計な音拾わない。拾わないですね。綺麗にカットされますね。なるほど。すごい技術だよ。ね、でも、本当目の前で、ちゃんとね、間違いなく、サイコロはってます。はい。 八千円、うん、まあ十分でしょう。まあでもいくらぐらいかわかんないから、ネットなんてそんな逆に一枚もするかねと思ったけど、する？<laughs> まあ、ネットがするやつはするんじゃないす？網でしょ。ネットだけだとね、<あ>うん、他にもあ<の>。あ、そうか、引っ掛けるやつとかね。 ありますから。ちょっとプロになったら絶対返してください。はい、色付け。<laughs> その後の報告もお待ちしております。うん、はい、はいはいえー。ひとまず以上とということになります。またエンディング時間がありましたらチャンスがあるのかないのかと、はい、いうところですけど、うん。まだ送ってきていいよ。<laughs> はい。諦めるな。以上、厚氏の部活は以上になります。今話題のニュースを法律の観点からマサキ弁護士が解説するコーナーです。ではすなちゃんニュースお願いします。 大阪・金流ラーメンの尻尾切断へミナミにある人気ラーメン店のシンボル龍の立体看板の尻尾が裁判の判決を受けて切断されることになりました金龍ラーメン道頓堀店の龍の立体看板は店のシンボルとして知られていますが龍の尻尾の部分などが隣接する土地にはみ出しているとして土地を所有する不動産会社が撤去を求めて裁判を起こしていました。うーん これ土地の上空何メートルまでがこの所有権として主張できる範囲になるんですか、うん、正直はっきりした基準はなくって個人的な事情によるんですけれども、うん、ま雑貨 ふりまあ三百メートルないし百五十メートル程度っていうのがまあ一般参考になる高さかなとは思います。というのもですね、所有権に関して民法という法律で定めてるんですけれども、はい、そのえっ、ー、と所有権の範囲っていうのは土地の上下に及ぶ上空や地下に及ぶってことは書かれてるんですけれども、うん、何メートルって書かれてないんですね。うん、で関係そうな法律でいうと航空法、飛行機なんかに関する法律なんですけれども、うん、飛行機って飛ぶ場合には 飛んでる場所の下の土地の所有者です、ねうん、の承諾は取らなくていいって考えられているんです。うん、なので飛行機飛べるところにはおそらく所有権って及ばないよねっていうのがまあ考えが一般的になりますうん、うん、で飛行機が飛べる高さっていうのが最低安全高度っていうのが定められているんですけれども被害地だと建物の上から3 0 0ルの高度。 でそれ以外の場所では地面から150メートルとされてます。なのであの所有権とイコールではないですけれども、まあ、参考になるのがこれぐらいの高さであろうというところは言えます。ただしこれより低い場所であってもその所有権の及ぶ範囲っていうのは政府の見解によると、うん、えっとまあ具体的な事情に。 合わせてですね。その所有者の所有者の方の利益の損する限度ってされてるんです。うん、なので、えっ、ー、と、正直一律に何メーターって設定することが難しく。って建築物とか工作物の状況などに照らして、ちょっと変わってくるところはあるので。もっと低い場合でも、所有権って及ばないってされる可能性があるということになります。なるほどね。これ知っとかないとね。なんか上の上まで自分のもんだって。なんとなく。 感じてたけど確かに飛行機はね、うん、それやってたら飛べなくななくりますすもんんねそう,そうなんですうんで今回、まあ、この尻尾の部分を撤去するっていうことになりましたけど、はい、この「はい、撤去しましたよ」みたいなのを宣伝材料にして営業活動するっていうことはできるんでしょうか、うんうん、基本的にはできます というのも、えっ、ー、と、裁判って基本的には公開の法廷で口頭弁論とか判決がされるんですね。うん、で、えっ、ー、と、裁判記録のを見に行くってことも基本的に誰でもできる。なので、公開の内容に関して、まあ使、つまあ、宣伝に使って、利用するっていうのは、大きく問題にはならないと思います。ただ、もちろん使い方がね、ま、あの、勝った方、負けた方の評判を落とすようなやり方であれば問題ないけれども。まあ、その勝ったよ、負けたよってことを利用する程度、特に問題にはならない。ただ、場合。 によっては裁判の中で重大な秘密とか営業秘密があると記録の閲覧制限だとか秘密保持命令なんかが下される場合があります、うん、なのでそういう場合にはえっと人の権利を侵害しないようにあのどのような情報を使うかというのは十分注意が必要になってくるということになりますなるほどさあこのコーナー取り上げてほしいニュースを募集中です以上今週のニュースもう一本でした田村敦史のニュースクラブそろそろお別れの時間となりました来週はコラムニストの小原ブラスさんと クリエイティブディレクターの大木秀明さんをお迎えして原宿に誕生誰もがクリエイターになれる話題の創造施設原門について伺います、えー、ちょっとついた一つだけ飛躍の窓もわせるジャイさんですね我が家にポポーの木があります、えーえー、香りはバニラ味は完熟してないと少し苦めで甘いバナナのよう緑の明け火のような 長細い形口当たりは完熟バナナのようにねっとりしております<ー>気になりますいいなポポがあるんだあるんですね家にね植えようかな、うん、俺もポポさあで一万二千ぐらいでやりたいこと、はい、最後にもう一個だけいけそうです、はいはい 茨城県土浦市ラジオネームダン三つさんです。一万二千くらいでやりたいこと。春から一人暮らしの長男と桜鍋を食べに行きたいんです。横浜と土浦からの電車賃と食事代お願いします。馬肉の鍋ですね。いいでしょう、これ。あげるでいいですよね。あげるでいいですか。じゃあげますよ。おめでとうございます。さあ、それでは。サイコロいくらぐらい一人七千円か。さあ、それではサイコロ振ってください。いけ、お願いします。オッケー。どうだ。私は六です。六。 ごめんなさい。さきとんに。でも今回三万四千円プラス八千円ですか、四万二千円ですか。うん、結構出ましたよ。うん、あ、でも、これ食べれるでしょ桜さく鍋は、ね。十分でしょあのお礼と感想を待ってますからね。<laughs> もらうだけじゃなくて、こうギブアンドテイク。五名 <laughs> の方。五名の方、お待ちしております。はい、ということで、今週はここまでです。田村淳のニュースクラブ、また来週です。さよなら。さよなら。